はいさーい、はいさーい、はいさーい。池のその後ですけど、はい、まあ、トラブルがありまして、ポンプがダメだったり、はい、池の水が抜けてたりしてて、はい、一応見ましょうか。はい、なんかあの水漏れを起こしてたんですか。水漏れ、水位が下がってて、水位が下がって、で今雨の水でこんだけ溜まっちゃったんですよ。うん、気泡、うん、ここにポンプあったじゃないですか。ありましたね。あれね、あの実は組み上げ式のポンプで、うん、あの循環に向かないんですよ。うんうん、音もうるさいんで、うん、授業中ちょっとあの子供たちの集中力が妨げられるっていうことで、うん、今回ねこのポンプもまた買います。買います。池用のね、はい、ちょっとね、本当に僕らね、ちょっと勉強不足で本当すみません、ちょっとお時間取らせていただいたんですけど、はいはい、すみませんね、本当に。たったらこれは池用の循環ポンプです。はい、音が静かで24時間入れっぱで OK。 今回このポンプを使います。口の大きさが違うんですよね。このパイプとこの入るパイプの大きさが違うんで、うん、まずここを変えます。こいつを変えて、それでつなげていきます。じゃあですね、はい、今回リフレッシュ沖縄さんというところに、はい、防水加工をお願いしまして、で、はい、実際やる方、松丸さんです。松丸さん、よろしくお願いします。うん、ちょっとイケメンすぎて顔はちょっと隠しますっていうことなので、はい、今回隠します。早速削ってこうのこうなんですね。削ってこう、はい、掘った部分からこうやって塗る。そのまま上から掘らないで塗っちゃうと、あの表面がどんどんほら劣化していくからあんまり良くないって。弱いだし、虫歯と一緒、一回虫歯を掘って埋めるでしょ。なるほど、うん、すごい。だからすぐコーティングじゃないって言ってた。うーん、あ、いいじゃん。じゃあなんかひび割れとかのところはもう特定できたんだね、業者さん。あ、もう埋めるんだって。可能性のもの全部やる。全部埋めるんだ。全部埋める。すごい。だからもう溝掘ってるから全部。溝ってるから。ここはもう本当にまだいいところ、まだいいですか。ひどいところだったら、うん、木の根っことかがここ成長してパコってなって、そうそう、取り上げるんだって。木が、枝が自分でもう出る。俺でやっていいんですか。おーおーおー、怒ってるのかなと思った。いや、怒ってないですよ、全然怒ってない。それやってすっごい一気に混ぜる。もういいですか。はい、バチコン、バチコン、優しい。バチコン、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 優しいぞ、これは。これ、撫で回すんすか。うん、おー、すごい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 。したら、平滑になるから。でも、パイプ塗った、ちゃんと。パイプ、もうこれ、遠慮しないでいい。遠慮しないで、中まで、うん、ここが一番重要視されるから、はいはいはい、パイプは別にいいわけさ。こっちの方、あれと。一方その頃336。はい、今はこんな感じです。シャー、できた。完成ですか。お疲れさんです。 OK ですね。パイプちょっと延長したんですよ。こっちがひび割れしてて、ここに水が溜まってももういろんなところに逃げるらしいんですよ。うん、だからこの後ろに溜めないで、うん、表に出すよ、ね、表に出すよ、うん、で、うん、そのために今パイプを延長して、うん、2個っすね。こんな感じ。こうガチガチだな。あ、割れた。おお、来た、やったー。あざみざわ鉄子、破壊の松って呼んでくれ。破壊だったらもう得意だから。ベロの動きがもうベテランやん。バンバン見てるのがなんかプロっぽい。はい、見てください皆さん、完成しました。素晴らしい、綺麗だ。完成、完成です。完成、うわー、すごい、嬉しいぜ。てか、なんか新品になってない。うん、なんかめちゃくちゃ綺麗。いや、もうこれ温泉にするらしいっすよ。温泉、はい、しないの。営業しないの。営業します。声が開かっちゃうよね。うん、声入れません。いや、入れるよ、入れるよ。スイッチオン、よてけさんのところから出れば OK。 OK、 じゃあスイッチオン。早速空気が来た、空気が来た、今来た、来た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 。すごい、来た、すごい、よかった。オッケー、すごい。じゃあこれは成功ですか。いいと思う。おめでとうございます。しかもホースが絶対ホースもかからない。もう埋めてますね。転ぶこともないですね、生徒が。もうパイプ埋めてますね、もうめちゃくちゃ綺麗になってる。もう分からんね。うん、マジで分からん。
じゃあですね、下地塗って水漏れはもうこれで塞いで、本当はこれを水溜めて1週間残しとかなきゃいけないんですよ。だけど時間がないですね。ママ、そういう時はこのアクアマリン、これを7本全部入れたいと思います。じゃあ入れます。ちょっと味見しようかな。絶対ダメ。なかなか横になってる。はい、じゃあですね、アク抜き1日抜けて結果どうだったかというと、水位今こんな感じなんですよ。今の位置と1日経っても変わりません。やりましたね、本村さん。やった、やった、イエーイ。最高、やっと336にも伝えないといけないね。長かったね、なんかこの何回もやったね。いやもうこれで止まらんかどうしようかなと思って、もう止まったらあともうセメントで埋めようかなと思っちゃうわけですよね。そうそう、本当にもう全部埋めちゃえって感じだったけど、ただあの施工してくれた松村さんが、うん、これでもうほぼ止まるよと言ってくれたんで、プロだしね。いやいや、さすがですね、やり遂げてよかった。もうこれであと今からじゃあ水をきれいにして、そうですそうです、やっていきましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。水液が抜いて、でその後さらにゴシゴシしていきます。はい、そうですね、カルキを半分入れます。続いてですね、PSB、これバクテリアですね、3本入れます。はい、これで3本入れました。よいしょ。鯉の水、水の中の水温と池の水温を合わせたんで、これから放ちます。はいはいはい。あれ？あ、バックしたバックした。はい、どうですか、ちょっとも喋らんか。おはようございます。おはようございます。今日やっとで、はい、鯉を入れる日になってますね。テストの鯉今入れてます。で、情報で生きてると、やった、うん、元気ということなので、残りの4匹をこれから桶に入れて運びます。はい、はい、了解です。はい、ハイパー水バッシャンバッシャンしますけど大丈夫ですか。あ、もういいって、いいっていいって。すごいな、上手。これに入れて持っていくんですか。そうです、鯉の桶です。これはあの鯉センターの方からお借りしました、うん、あ、お借りしたんだ。借りてます、ありがてー。はい、来た来た、黒いネコか、黒いネコね、黒いネコ、ドラゴン。あ、お元気、お元気、そのまいて、ごめんね、ごめんね。へい、あ、めっちゃ綺麗、めっちゃすごいです、めっちゃスマートに入れた今。じゃあこいつ多分あの陸に上がったの今分かってないよ。はいはいはい、オッケー、どうした、やばい、大丈夫大丈夫、どうぞ、どうぞ。びっくりしたって、ゴープロ落ちちゃった、ゴープロ落ちちゃった、よっしゃー、ゴープロ撮ろうかな、ゴープロ、あ、撮りますよ、あ、大丈夫です。あ、すげえこいつ、こいつパワーあるな、めっちゃパワーある。これ、今危なかったな、危なかった、今ここ動いてるよ、飛び道具立ってる、せーの、オーケー、あ、重い、何百キロ、重い、オッケー、オッケー、じゃあこれを、オッケー、完璧、ありがとう。ちょっとパワー、ちょっとパワー、ちょっとパワー、跳ね返る、これが、はいさい、はいさい、ついに池に鯉を入れる時が来ました。
やっとですね。やっと。そうですね。お待たせしました。本当に。じゃあみんなで一緒に声入れますか。じゃあ、はい、協力して。はい。はい、お仕事簡単持ってみ。一回持てるもんの。簡単持ってこい。せーの、はい。どんな？はい、無事運べましたね。ありがとうございました。ありがとうございます。魚って水温の変化に弱いから、あそこの水とここの水でいいぐらいにする。はい、満タンになりました。じゃ続いてですね、お塩が持ってる塩。ポイセンターのキャンさんが水半分入れたらお塩入れなさいって。あ、ミキちゃんがなんか痛がってる。本当に？舐めたい。舐めたいってこと。あ、塩入れたら水温が上がって寒くなくなるから。あ、塩ってなるほど。わかるみたいな感じは。温度を一気に上げて中和させるのが良かったし。なるほどね。塩のお使い上手だね、やっぱり。カンタ、頑張れ。頑張れ。さあ、何色を選ぶ。カンタ。頭から見る、頭から。はい、お、いいよ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 。一本。一本、あ、二本。二本、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 二本。おい、欲張り目。欲張り。おい。欲張りカンタ。おお。おお。後ろから、後ろから。イエーイ。顔から。なんか勝手に入ってくるんだって。いくよ。お、来た。やがって、やがって。入ってくよ。オッケー。バイバル中の池復活終了です。お疲れ様でした。はい。もうなんか自分の勝手な思いで、依頼メールをして、まさかこんなにね上等なの作ってもらえると思いなくて、とっても感謝してます。皆さんでお礼を言いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。拍手。でここのみんな協力してくれた方たちはもう卒業です。卒業。はい。なのでこの池を引き継いでくれるのはもう在校生の皆さんだと思うんで。うん、もうみんなも目が燃えてますね。もう燃えてるね。やる気満々だ。やる気満々だ。でも本当に今5匹しかいないから、みんなのねこの力で10匹15匹20匹とかになったら、やっぱねハイバル2の名物みたいになればいいんじゃないですかね。シンボルになればねいいと思いますよ。なのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。卒業おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。優しいよ。はい、おめでとう。一番清めさん。おめでとう。ありがとう。お疲れ様。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。10年ぶりに池を復活することができて嬉しいです。高校では部活と勉強を両立して頑張ります。はい、卒業おめでとう。ありがとうございます。池復活できて嬉しいです。高校でも、部活と勉強を必死に頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、卒業おめでとう。コロナ禍で何も行事がないときに
この歯医者さんに手伝ってもらって、この学校に足跡を残せたっていうことがとても嬉しかったです。僕は優等生だな、本当に。高校でも文武両道頑張ります。はい。おめでとう。池を復活させてくれてまずありがとうございます、はい、高校になったらバレーで春高出場を目指して頑張っていきたいです。頑張って、はい、おめでとう。池を完成させることができてとても嬉しいです、はい、高校でも自分がやりたいことを精一杯頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。おめでとう。池復活計画に携わることができてとても嬉しいです。高校では廃材探偵団の皆さんの目に留まれるように活躍して頑張りたいと思います。頑張ってください。おめでとう。ちゃんと池がきれいに流れているのを見れて嬉しいです。ありがとうございました。高校では、ダンスと勉強を頑張っていきます。本当にありがとうございました。おめでとう。今回は池復活のためにご協力いただきありがとうございました。綺麗な水が流れているのを見て本当に嬉しいです。高校では甲子園目指して野球頑張ります。ありがとうございました。全編期待してるよ、はい、今回、ハイオレ中学校の池を修繕してくれて本当にありがとうございます。僕は美術系の高校に行くので、将来廃材探偵団の美術系編集担当に候補になれるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってね。ケイチはね、もう選手でいろいろやってくれたからね。うん、ケイ、じゃあ皆さん、また動画編集頑張ってやりますんで、楽しみにしてください。はい。はい、今日卒業おめでとう。ありがとうございました。かっこいい大人になってね。はい。また池見に来てね。はい。はい。あ、でも、なんか体験がいつも入ってるんだよ。待てないか、これ。はい、はい、はい、おはい、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 おーってなる？ちっちゃおん。行くよ。一回カンタにドッキリしたいです。カンタにドッキリしたいです。カンタ君危ない。おーカンタ、まずは人差し指に力を入れる。いくやったー。勝手に決めんな。お前、それやろう。全部4個です。全部4個です。本当だ。感じ違う。違う。誰や。誰だ。あれ、10年だな。卒業できないやつがいるな。